1号艇での登場です。魚谷香織、今日の前走4レースは2コースからまくり決まりました。ここも勝って優出した小池のエールにしたいところです。1号艇魚谷陰線です。2コースには2号艇の野田彩香、順位はスリット合戦の中0、2で残って3着に入りました。3コースが3号艇の弘中千さえ、今節はスロー行きから3勝をマークしています。4号艇で登場4、川野芽衣、2コースから刺して前走レースはシリーズ4勝目をマークしています。4コース角、5コースは5号艇の大沢真奈、今節は3連勝お見事でした。そして大外6コース、地元6号艇の北津、今日の2レースは浜戸との接戦振り切って3着に入っています。進入スタイルは3対3の枠なりです。選抜戦第10レース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。選抜戦の第10レース、うちの4艇が揃ったスタートとなりました。1周1マークの攻防に向かいます。逃げる1号艇の魚谷、握って3号艇の弘中、刺して2号艇の野田、2号艇の野田がリードを取ってくるか。スタートは前提正常でした。刺して一歩前は2号艇の野田彩香です。一転し後ろ1号艇の魚谷、その後ろは3番、5番、4番と続いています。一周にマークの旋回、先に回ってくる2号艇の野田彩香、握るか1号艇の魚谷は差しに構えますが届きません。2号艇の野田が魚谷を振り切っていきました。単独のトップは2号艇の野田彩香です。水が空いた1号艇の魚谷2番手、3番手は4号艇の川野が続いています。すぐ後ろに3号艇の弘中で、レースは2周目1マークです。先頭は2号艇の野田がクリア、1号艇の魚谷香織2番手、3番手でターンする4号艇の川野、刺してきました、届いてきた3号艇の弘中、4号艇の川野が一定瞬かわすも、また僅差で3号艇の弘中が続いています。レースは2周目2マークの旋回です。先頭で向かうのは2号艇の野田彩香、そして1号艇の魚谷は2番手でのターンとなります。3番手で回ってくる4号艇の川野、差しに構える3号艇の弘中、これは届きません。4号艇の川野が3番手リードを広げました。上位の3艇は2番、1番、4番で最終周回です。4番手水が空いた3号艇の弘中、5番手が6号艇の北津、最後方が5号艇の大沢となっています。最後の向こう上面へ、先頭は2号艇の野田彩香です。1号艇の魚谷香織は2番手、そして4号艇の川野は3番手を守っています。上位3艇は2番、1番、4番です。2対1、4、この組み合わせ3連単の図は 35.3 倍を指しています。シリーズは3勝目で締めくくることになりそうです。2号艇の野田彩香が最後のホーム直線コース先頭で戻ってきました。1号艇の魚谷は2番手、4号艇の川野芽衣3番手で折り返し、選抜戦第10レースゴールです。先頭2番野田ゴリ、1番魚谷ゴリ、4番川野ゴリ、3番弘中ゴリ、6番北津、ラストで5番大沢ゴリです。現在ホーム側では 3,4 メーターほどの追い風が吹く競争水面、シリーズ最終日の戦いが続いています。選抜戦2つ目のカード、第11レース対戦メンバーです。1号艇宇野弥生、2号艇浜田有沙、3号艇若狭奈美子、4号艇森岡真希、5号艇堀之内京子、6号艇笠野幸恵です。このカードを3連単は1、2、3、1番人気 5.2 倍のオッズとなっています。1、2、3、4、5、6の並びでホーム側、1号艇の宇野弥生が1コースです。今日の前走5レースは3コースからまくりを決めまして、シリーズの4勝目をマークしました。ラストは陰線です。そして2コース2号艇の浜田有沙、昨日の準優のスタート遅れは痛恨でした。シリーズを引っ張ってきた浜田が2コースです。3コースには前走陰線2着でした3号艇の若狭、角の4コースは4号艇の森岡真希、5コース5号艇の堀之内は昨日の準優レースを作りました。今日の前走レースは1周2マーク逆転からの白星を飾っています。そして大外6コース6号艇の笠野、進入スタイルは3対3の枠なりです。1番、2番、3番、
4番、5番、6番の並びです。スタートしました。選抜戦の第11レースインコースからスタートバッチリ決めていきました。1号艇の宇野弥生、一周一幕の小坊、逃げる1号艇の宇野、差しに構える2号艇の浜田、外から3号艇の若狭、5号艇の堀之内と向こう正面、1号艇の宇野が逃げています。スタートは前提正常でした。トップスタートから逃げました。1号艇宇野が先頭、2番手は2号艇の浜田ありさ、その後ろは3号艇、5号艇、6号艇、続いて1周2マークです。先頭で折り返す1号艇の宇野、続いて2号艇の浜田、潜り込んでくる5号艇の堀之内ですが、2号艇の浜田がきっちりかわしています。上位の2人は1号艇、2号艇、そして3番手は3号艇の若狭が続いています。5号艇の堀之内は4番手の位置です。その後ろは6番、4番と続いてレースは2周目1マークの旋回。先頭で向こう正面1号艇の宇野、2番手は2号艇の浜田、そして3番手でターンしていく3号艇の若狭、リードを広げています。上位3艇は1番、2番、3番です。ではまもなく優勝戦が始まります。1号艇は遠藤恵美選手、準優勝戦では唯一イン逃げを決め、この好枠を手にしました。好枠を生かし今年初めての優勝を目指します。また3号艇岩崎選手、予選道中厳しい場面もありましたが、しっかり巻き返し勝ち上がりを決めています。そして5号艇の土屋選手、記念すべき500勝を達成した今節、この5枠からどんな走りを見せてくれるのでしょうか。さあ、それではまもなくピットアウトです。なると G3 オールレディース第40回宇都の女王決定戦、さあいよいよ優勝戦です。誰が宇都の女王に輝くか、優勝戦第12レース対戦メンバー、1号艇遠藤恵美、2号艇小池彩乃、3号艇岩崎芳美、4号艇森谷美穂、5号艇土屋千秋、6号艇香川元子です。1号艇の遠藤恵美、準優では唯一逃げました。記念戦線混合戦が主戦場の遠藤、このチャンスをものにしたい1号艇の遠藤が1コースに入っていきます。そして2コース2号艇の小池彩乃、ボーイズ2人のママになって初めての優勝戦、プロ初優勝を目指して2コースからです。3コースには地元3号艇の岩崎芳美、準優勝戦は作戦大成功、6コースから勝ってきました。ここは3コースから4コース引いていきます。角市4号艇の森谷美穂、休みに入る前に悔いのないレースを目指します。見ててください。4号艇の森谷、角4コース。5コースが5号艇の土屋千秋。嬉しいことたくさんの今シリーズ。502勝目で優勝なるか、5コースからです。6号艇の香川は、準優はタッチスタートから2着。実績も月もあります。大外6コースから。3対3の枠なり、インコースから。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦の第12レース1号艇の遠藤がスタートへこみました。2号艇の小池、チャンスです。一周一幕の小坊、まくってきた2号艇の小池へのまくり差し、どうか。3号艇の岩崎芳美と向こう正面、2号艇の小池、3号艇の岩崎、この2人の先頭争いとなっています。スタートは前提正常でした。優勝戦第12レース先頭争いです。地元3号艇の岩崎、そして初優勝がかかる2号艇の小池、2人が並んで1周2幕。3号艇の岩崎が回って、握った2号艇の小池は流れました。3号艇の岩崎が振り切ってきます。地元3号艇の岩崎芳美が単独先頭、水がいた2号艇の小池が2番手、3番手優勢5号艇の土屋。レースは2周目に入っています。2周1マークトップ旋回、3号艇の岩崎です。2号艇の小池は惜しくも2番手、そして5号艇の土屋、4号艇の森谷と交差旋回、ここで逆転です。4号艇の森谷が3番手に上がっています。2点心後ろになった5号艇の土屋、上位の3艇は3番、2番、5番です。2周2マーク先頭で折り返してくるのは3号艇の岩崎、そして2番手は2号艇の小池、3番手が4号艇の森谷、上位の3艇は3番、2番、4番ですが、また生還詰めてきました5号艇の土屋、4番、5番並んできました。3番手が再び接戦となって、レースは最終周回に入っていきます。最後
後の向こう正面、地元3号艇の岩崎が先頭です。2番手は惜しくも2号艇の小池、そして4号艇の森谷が3番手振り切っていきます。逆転から4号艇の森谷が3番手、食い下がるアウトから、いや内から先をねじ込んでくる5号艇の土屋です。4番と5番、どちらが3番手を取り切るか、最終ターンマークの旋回となります。さあ今年初優勝が見えてきた地元3号艇の岩崎が先頭、そして2番手は2号艇の小池、3番手は4号艇の森谷が取り切りました。まもなくゴールです。先頭3番岩崎優勝のゴール、2番小池ゴール、4番森谷、5番土屋ゴール、6番香川、ラストで1番遠藤ゴールインです。ではこの後岩崎選手のインタビューをご覧いただきましょう。優勝しました、岩崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい、イエーイやりましたね。はい、嬉しいです。はい、よかった、嬉しい。もう終わってから社長と秘書喜び爆発でしたね。秘書すぐあそこで出迎えてくれました。嬉しい、もう本当によかったです。はい、1マーク想定外でしたね。想定外、はい、イメージにはなかったですか？なかった、全然なかった。よかった。でも今日は気象も変わっていい調整できましたか？そうですね、最後の微調整が良かったかなと思います。今節振り返っていただくと、予選減点もあって最後厳しい勝負がけを乗り越えました。あ、そうですね、もう、はい、やっぱり後輩が励ましてくれたので、はい、だいぶやっぱり力になりますね。で、準優勝戦は6コースからの勝利でしたもんね。そうですね、堀井が言ってくれたし、それはもう本当に良かったです。そして最後頂点に立ちました。もうなんかむっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ファンの皆さんの声援も届きましたか？はい、もう向こうでいっぱい人がいてくれたんでガッツポーズしながら、久しぶりになんかこういっぱいのところで優勝できたなと思ってよかったです。はい、まあ、これからレースももちろんなんですが、また丘の上でもたくさん盛り上げていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ります。では最後、ファンの皆様に一言お願いします。地元で優勝できてよかったです。またこれからも頑張ります。応援してください。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。岩崎選手のインタビューをご覧いただきました。改めまして、払い戻し金2連単3番2番は5500等円、3連単3番2番4番1万9300等円。